てさて、新たな戦いの始まりですよ皆さん。と言いながらがっつり釣りをしている人がいますけど。釣りは楽しいからやめられないのです。なんか雨も降ってきたぞ。幸先が不安ですね。これから要塞探索に行くってのに。そうか、今日は要塞探索なんだね。前々回と前回でエンダーパールが15個集まったもんな。15個もあれば要塞も絶対に見つかるということで、ポータルにはめ込む必要のあるエンダーアイは全部で12個だよな。道中でエンダーアイが炸裂する可能性もあるから、多めに15個確保したのは賢明な判断だね。私だってしっかり考えているんですからね、見習いなさい、あんたたち。その発言がなければギリ見習えたんだよな。てかここ最近は何かとうまくいかないことが多いからそろそろちゃんとしていきたい。ネザーでネザーウォートをロストして村人を村人ゾンビ化させて、これは炎上しても間違いないレベルの失態だ。ウプ主のツイッターの消火活動頑張らないと。いやマイクラでミスっただけで炎上するの。最近出てこないと思ったら久々に出てきたな。隙を見せればたまに出演してやるからな、この野郎。なんだこいつ。この前探検行って鉄をたくさん集めたと思ったらもうこれっぽっちしかないんだよね。これっぽっちってどれくらいだ。倉庫で確認できたのは2スタックだね。え、もう全然ないじゃん。なんならダイヤモンドと数があまり変わらないっていうね。それだったらダイヤモンドのツールもどんどん作っていった方が良さそうだな。確かにそれはあるんだよね。たくさんあっても使わないと意味がないし。じゃあマリサはこのツルハシ持って行って。このツルハシ、どれだ。これだね。ネザライトのツルハシだよ。しかもシルクタッチのエンチャントがついているやつ。前回の洞窟探検で使ったツルハシだよね。こんなツルハシ持っているなんてプレッシャーだぜ。大丈夫、私はこのめちゃんこ強い剣を持っていくから。なるほどな、そうやってリスクを分散していくってことな。じゃあヨウムにはこれあげるわよ。え、私にも何かくれるの。はいこれ、ダイヤモンドツルハシ。やったー、じゃあこれエンチャントしよう。なんかヨウムだけ責任が軽くないか。確かに。ダイヤモンド1スタックも足せようか。それは普通に意味がわからなくない。弓がなかったから釣りとかで手に入ったエンチャントがついている弓を合成するわ。エンチャントボン以外にも強い弓とか釣ってたからね、主にヨウムが。釣りの貢献度高くない？だから私が釣りしているの許して。仕方ないなぁ、許してあげちゃう。え、釣りってそもそも許可制だったのか。っていうか今回はあくまで要塞探索がメインであって、エンドラ討伐はまだまだってことだよな。今日はまだエンダードラゴン討伐はしないです。ぶっちゃけエンダードラゴンはめっちゃ強いと思うので、ちゃんと準備をしていきたいと思ってます。準備っていうのは何をするんだ。まずは拠点と要塞を行きやすいようにはしておくってことね。ネザーゲートで繋げるってことか。そういうことだね。またあのガストから狙われている緊張感の中、橋を作らないといけないのか。あの作業は心臓に悪いんだよな。さて、エンチャントは何が出るかな。何が出た。エンチャント数足りないから最大エンチャはできないけど、耐久力1しか確定はないね。だけど30エンチャントでシルクタッチが確定で出る。お、シルクタッチか。でもネザライトのやつあるから、ヨウムは普通にエンチャントしちゃっていいよ。本当、じゃあ私はこのままエンチャントしちゃうね。お、耐久力に加えて効率にもついた、ラッキー。効率は普通に嬉しいエンチャント。要塞を攻略するぞー。ちょっとちょっと、これから行くってのに二人のそのテンションは何よ。いや、大丈夫です。私も大丈夫です。大丈夫ってどういうこと。とりあえずさっさと見つけようぜ、早く投げろエンダーアイ。なんでそんなに冷めてるの。じゃあ見失わないように見ててね。オッケー。なるほど。私たちの行ったことない方向かな。そうだな、村の囲いから出て右前に進む感じだな。とりあえずそっちに進みます。そうだね、また離れたところでエンダーアイ飛ばしましょ。どれくらい離れてからエンダーアイ投げればいいかな。初期スポーン近くには要塞って生成されないっていう噂も聞いたことあるんだよな。そもそもこの辺は実況の最初の方で探索し尽くしているからないんじゃない。そうか。この辺の洞窟から資源集めていたもんな。このバイオーム過ぎたあたりで投げてもいいかもね。そういえばここに湿地帯ってあったんだな。スライムチャンク探さなくてもここでスライムボール手に入るね。地味にこの要塞探索でレアバイオームを発見しないかちょっと期待しているのよね。確かにこっち方向ってあまり探索してなかったからな。今まで発見したことのないバイオームがあるかもしれないね。キノコ島とか一回くらい見てみたいよねー。キノコ島はジャングルより見つける難易度高そうだぞ。平原みたいなところに出たね。この辺で一回投げてみようかな。いいんじゃないか、拠点からだいぶ距離があるし。じゃあこの辺で投げます。どうやらまだまだ先のようだな。もう思いっきり離れたところでやってもいいかもね。エンダーアイが炸裂する可能性を考えればね、投げる回数もできる限り減らしていきたいし。この辺は木が生い茂っているので木の上を伝っていきたいな。ダークオークの森が右側にあるのか。左側は白樺の木ばっかりあるバイオームだ。木の上とかに乗りそうでこの辺で投げるのは嫌だね。
エンダーアイが消滅しなくても単純になくす可能性もあるからな。あと視界が悪いとどこに飛んだのもわからなくなりそうだし。確かにそれはあるよね。このバイオームめっちゃでかそうだぞ。マジで？エンダーアイを投げるタイミングを見失うね。この辺の下とかに要塞あったらどうしよう。心配なら投げてみればいいんじゃないか。後ろからエンダーアイ見ておくからなくさないわず。そう？そんだけ言うならこの辺で投げてみようかな。怒ったな。少なくともこの辺ではなさそうだ。怒ったなのかな。まあいいか。とりあえず今投げたエンダーアイを回収しないと。今のところ一個も失っていないの。そうだね。すごく運がいい。ああ、待って。ベイクドポテトと間違えてめっちゃ投げちゃった。は、何をやってんのお前。あ、でも一個も失ってない。安心。ベイクドポテトと間違えるってどういうこと？インベントリの選択をよく確認してなかった。一個も割れなかったのは不幸中の幸いすぎる。暗くなってきたな。どうする？ベッドを3人分持ってきたからどこかで寝ちゃう？敵がいっぱい湧いているところを突き抜けるのは大変そうだからね。じゃあ敵がたくさん寄ってくる前に寝ましょう。人数分持ってきているなんて霊夢らしくない準備の良さ。らしくないとは失礼な。うんちマリサのくせに悪口が小学生レベルで草。このように非常に教育的なゲーム実況動画になっております。いやどこがだよ。あれ、あそこに村があるじゃん。え、村どこにあったんだ。ほらこの先、木材の屋根が見えるじゃん。本当だ、もしかしたらこの辺に要塞あるかもね。私たち村を見つける確率めちゃくちゃ高いよな。以前の探索でもかなりの量の村を発見した気がする。よく見つけるよね。じゃあこの辺で投げてみようかな。もしかしたらこの村の下に要塞があるかもしれないしな。あ、ついにエンダーアイが飛んでいく方向が変わった。ちょっと村から離れた場所からもう一度投げてみようかな。ってことは今まで歩いてきたところの地下に要塞があったってこと？そういうことだね。いよいよ近くなってきたんじゃない？そんなに離れるか。もうその辺でいいんじゃないか。細かい位置がわからなくなってしまうぞ。じゃあこの辺で投げてみますか。ちょっとわかりやすくするために高い位置から投げよっと。うん、全く別の方向に行ったぞ。って何するんだマリサ。何ですかその抵抗は。これぞ有名な足場ガードである。っていうか今エンダーアイが飛んでいった方向にまたもや村がありますよ。本当だ、またもや村がある。マジかよ。またもや村があるのか。だから村見つけすぎなんだって私たち。言ってたら見つけるな。さっきの発言フラグじゃん。こっちの村はでかそうだな。本当だ、村人もたくさんいそうだな。ここから村人を連れてくる？いやー、村人を連れてくるにしてはちょっと遠いんだよねー。ここまで結構歩いたもんな。この村を通り過ぎたあたりでもう一度投げてみようか。っていうかいつの間にかエンダーアイが一個なくなってる。まさかお前なくしたのか。それじゃあこの辺から投げてみようかね。無視してごまかされたんだが。あ、村の方向に飛んでいった。ということはそれこそ村の元では。あ、あ、おーおーい、また壊れたぞ。ここに来て急にエンダーアイが壊れ始めたね。でも村の中心から投げたらまた逆方向に行ったんだよね。ってことはもうこの辺を掘れば要塞に繋がるのか。じゃあ早速掘ってみますか。そうだな、掘ってみるか。了解。え、そんな無計画な掘り方します？このシャベル効率がついているから掘りすぎちゃうんだよな。普通に階段チックに掘っていけばいいよね。行き来がしやすいようにそうした方がいいんじゃない？さて、本当に村の下に要塞があるんでしょうか？でも要塞ってよく村の下にあるイメージはある。確かに。それってマイクラの中じゃあるあるなのか。ひょっとして生成されやすいのかも。ネザーゲートで繋げるって言ったがそれはどこに設置するんだ。エンドポータルの前に設置しておけばいいんじゃない？その方がすぐエンドに行けちゃうもんね。松明つけた方がいいんじゃないか。そうだね。暗くてちょっと見えない。あれ？あ、あの石レンガの壁は、要塞だ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。